皆さん、お元気でいらっしゃいましたかクイックリー山川です。オ OK? みなさん、こんにちは。エンジョイの上です。それでは、テキストの四十八ページを開いてください。今日の表現、女の子を見たら。そうですね。女の子を見たらですね。まず、ミスターウィリアムさんとミスターロバートさんのスキットをお聞きください。Hey, look at the girl. Wow, she's beautiful. Is she your type? Oh, y、yeah, e she s she's just my type. Oh, now we have to fight. She's my type too. さて、今のスキットを日本語に訳してみますから、聞いていてください。ほら、あの女の子を見てごらんよ。わあ、きれいだな。君のタイプかいああ、そうだと思う。ぴったしい僕のタイプさ。おい、嫌だなあ。 喧嘩になっちゃうじゃないか。僕もまたそうだよ。というわけでしたが、さて、今日はチャレンジコーナーの時間です。今日は大阪の永井誠二さんをスタジオにお迎えして、ミスター・ウィリアムさんとご一緒にやっていただきます。そうですね永井誠二さんですね。Hey、look at the g i r l w、wow, h a she's beautiful. Is she your type?Oh, yes!She's just my type! Oh no, we have to fight. She's my type too. さあ先生、今日の長井さんどうでしたかうーん、なかなか良かったですね。ただ、日本人には馴染みにくい、簡単詞、hey, wow, がちょっとぎこちなかったようですね。もう一度長井さんにやってもらいましょう。hey, wow, oh yes, oh no. 先生どうでしたかとってもよくなりましたね。永井さんどうでしたかええー、難しかったですけど、まずまず英語は好きになっちゃった。